軍神たる務め果たすのみ。私はここまで愚か。参りましょう。剣心、よかった来てくれたんだな。どうよ、前田が誇るこの歌舞伎は。一応今は敵味方だからさ、来てくんないかと思ったよ。どこまでも心よく、そなたらしい。かつて共にいた兄弟のそれにも勝るほど。剣心、頼む。剣心様のお心を開いてくれ。うっ、どういうことか説明してくれるかい、カカちゃん。すげえ。だが、剣心はまだまだだ。それがしは守るためにこそ槍を振るう。お前にも守るものがあるなら正々堂々勝負だ。日の本の主に据えるため将軍を育てる剣心だね。それが最善と判断されたなら仕方がない。今の剣心さんは何かを抑えておられるようだ。そう、上杉殿、存分に楽しんでいってくれ。いくら軍神でも気を抜きたい時はあるだろう。前田、そのお心遣いに感謝。以前のお前は安らぎに来るとなりたい。私の天地でこうはそうか。越後は暖かかったと、いつも刑事が言ってたぞ。それがしが言えることじゃないかもしれないが、上杉殿はもっと己を誇っていいんじゃないかな。私を誇る。それがしの技が刑事に似てるって嬉しいな。上杉殿、後で組み交わそう。加賀の男児を守るは松の務め。退職兼務、いざ存分に振るいまする。え、私の職でよろしく。今さら軍神に立ち返ってほしいなど虫のいい話だ。私は分かったよ、カスカちゃん。俺が一度
話してみるさ。まあ、上杉殿、遠路はるばるようこそお越しくださりました。ご歓迎、まこと痛み入るばかり。先ほどあなたの忍び殿をお見かけしましたが、ひどく憂いたご様子が気がかりで。それもすべて私の不徳なり、この名古屋家が慰めとなればよいのですが。そういうお話ならばこの松目にお任せを。精一杯のおもてなしにてご恩返しとさせていただきます。礼を言うべきはこの私だ。刑事、この娘こそそなたの皆。この勢い、向こうの水準を司るはいかなるものでございましょう。一番、俺は無敵の名を得たれつ。無敵だ。マズ姉ちゃんのおかげで俺らも勇気リリースだ。浅木にもうまい道をいただいた。よって気合十分。それでは上杉殿、松目はこれにて。何とぞごゆるりとくつろがれませ。姿についていくだけでなんか安心するよな。ここまで来れば文句なし。去年のここで一人脱落。踊り疲れたか。みんな俺についてきてくれてありがとうよ。
とミノルは爆薬の友、どっちも大事な宝物さ。舞い飛ぶ花びらより前田刑事。先ほど花よ、力を合わせろ。刑事よ、民を導かんとするそなたは美しい。ありがとな。けどそれは俺だけの頑張りじゃない。日本がいてくれたんだ。トシとかお前とかさ、これでやっとお前に借りを返せたかな。剣心、もう春日ちゃんを泣かせんなよ。心しましょう。そなたは加護があるのか。Whoa.